久保さん。やっぱ久保さんは隠居会の神ですね。<laughs> や,っぱやっぱ高次元にいますね。高次元に <laughs>。今回テーマはね、合法的なドーピング。これ SEO 的にちょっと良さそうですね。オリンピックも始まるし。合法的なドーパミ、あの、えー、なんだ、えー、ドーピング。はいまあ、僕はね、あの、なんだあー、ずっと常に聞いてますね。誰かの。ドーピングなしに無理ですね。今、現状としては。 もちろんねあの、なんだろうな、全然動画見なくてもできるんですけど、動画、まあまあ、み見るというか僕は聞いて、BGM ですね、まあ。朝起きたらもうずっと、まあ、久保さんの話も聞いてるし <laughs>、ねまあ、久保さんは僕の話毎日聞いてるだろうし、まあ、久保さんの話聞いてるでしょ。他の動画、まあ、さっきもねあの、美容室、美容室で、 あのフランチャイズして3億円年収3億みたいな人いてまあ本も一回買ったことあるんですよアー,アースだったかな、うん、それのお金持ちの定義みたいなのちょっと聞いてたんですけどまあ常に誰かしらの話が聞いてますねだから中村天風の話も聞いてますし今そうだからドーパミングドーパドーピングは必要かなと思いますねうんで何が足りてないのかっていうとそのキゲその 割合の法則なんですよねうん要はそれを学んでアウトプットすればいいだけなんで,でほ,ほとんど特に初心者の人とか情報発信できませんっていう人はあのー、まあアウトインプットすればアウトプットするネタはあるわけじゃないですかまあ正直、まあ、僕ももう見なくてもまあ別にアウトプットはできますよ過去の経験からいくらでも内側から出るものも全然あるのでいくらでもできますけどそれでも聞きます だから、その割合ですよ。だから、要は、やってる量と聞いてる量。この最初は1対1でいいんですよ。それはそうですよね。だけど、この1から無限を取り出せる。まあ、無限。まあ、久保さんは無限だと思いますし、僕も,もうほぼ無限です。うん、だけどそ、そこに行くためには、まず1対1をやらないといけないですよ。で、久保さんも前言ってましたし、結構言ってましたけど、塾ネットビジネスの塾に入った時に何やってたかというと、ここにパソコンがあって、 ここにパソコンがあって、ここで見たやつをすぐやる。ここで見たやつをすぐやる。たぶもう1対1なんですよ。だけど、その経験が増えると、この1の情報から受信力がどんどん増えていくので、3とか4も作れるようになるんですよ。でも、この1対1をまずやらない限り、無理なんです。<laughs> 無から1は作れないですよ。無からね。例えば、あの、久保さんが、 あの感性の法則かな、ちょっと話してましたけど、車がこう行きます、ガソリンは切れてるけど、まあ、そのここの初速が、ね、あるから、ガソリンが切れてもタイヤは動くと、まあ、確かにそうなんだけどえ、そもそもガソリンないとスタートできないでしょっていう話で、うん、だから1対1を動かし続けることによって、受け取る力量も変わってくるし、経験値も変わってくるんで、1受信したとしても、それを、 でででアウトトプットすするるることもできよようになるわけですよだからまずは1対1の法則をすればいいんじゃないかなと。まずはね。初心者の人は。久保さんもそうでしたから、最初。うん。だからまあ、久保さんはもう行き切ってるので、それを。<laughs> うん。だから最初の段階はもう1対1。だから1をパクるってことですね。もう1、一を真似る。1をパクるっていう。だからこれをすればいいと思います。うん。まあちょっと欲望の話ではないですけども。 うんじゃあな,なんでその1対1ができないのかって話なんですねじゃあでなんで1対1ができないのかっていうとこれは本当に、まあ、いろんな見解はありますいろんな言い方あるし、まあ、今回の動画では単純に僕はシンプルにあの稼ぎたくないと思ってるあ稼ぎたいと思ってるんだけどなんだその欲が弱いってことですかね、まあ、欲につなげるんだったらうんそう まあなんだろうな、こうやってやるぞとか、なんかこう、なんか、だから内側から出るものとか自分がね、自分のエネルギーですよね。こうしたいとか、ああしたいとか、借金返したいとか、なんかそれが強ければ、まあ1対1ぐらいできると思うんですよね。それが強ければね、1対1ぐらいはできると思うんですよ。1対10やれって言ってるわけじゃないですから。うん。 だから、まあ、単純に弱いんじゃないかな気持ちが気持ちがハートが弱いっていう <laughs> それはうんでも気持ちが強いか弱いかって気持ちの持ちようなんで気持ちなんですよねここに答えはないと思いますよだって気持ちの答えってあります自分がどう思うかじゃないですかじゃあ好きにだ例えば恋愛で言うならばなんか一目ぼれするとかあるじゃないですかじゃあそこの一目惚れして何で一目惚れしたのかっていうそこに答えあり,ありますないですよね なんかもう感覚値でなんかときめいしちゃったわけですよねじゃあそのときめきに法則はあるのかときめきに答えはあるのかどういうロジカルシンキングなのかわかんないですよねそんなのうんだからその気持ちの心に答えはないかなと思いますねうんまあ宇宙ですもう無です <laughs> もう答えがあるとするならばね無宇宙 <laughs> だから結局自分がどう思うか まあ松下幸之助さんも言ってますけど、これね、僕が好きなことあのシーンでね、松下幸之助さんがあの講演をしてたときね、なんかそのダム経営だったかな、ダム経営の人が挙手をしてね、松下さんと、確かにあんたの話はいい話だと、だけど俺は経営を聞きに来たと、俺はダムをやってると、ダムをどう経営していくのかちょっと教えてくれと、松下さんが言うわけですよ。 いや、ダム経営わからへんわ、みたいなね。い <laughs> や、やったことないし、みたいな。ただ、大事なことがあるとするならば、ね、大事なことがあるとするんだったら、売り上げを上げようと思う気持ちやぞ、と。みたなこと言うわけですよ。で、そのね、挙手した人は、はみたいな。いや、そんなのだ、そんなの聞きに来たわけじゃないと。戦略だったりとか経営だったりとか、そういう具体的なのを聞きに来たと。でなんか文句言ってるわけですよね。で、それを、 あの稲森和夫さんはそこにいて電流が走ったと <laughs> この話が好きなんですけど確かに思わなければ始まらないっていうねうん確かにみたいなそれが「生き方」っていう本だ生き方に書いてあったかなでその,話そのやり取りを聞いて稲森さんは電流が走ったっていうことを書いてありましたけどうんそれはもう答えはもう自分の心の中にしかないと思いますよ 自分がどうしたいのかっていうことですよね。だから、久保さんが少なくても、マージャン店のままでいいや、毎月100万の赤字でいいやと思ってれば、多分ネットビジネスやってないですよ。これ、これ間違いないですよ。これ、これ言い切りますよ。久保さんじゃないですけど、<laughs> 久保さんがマージャン店このまま赤字垂れ流してでもいいやと思えば、多分新しいことやってないですよ。シンプルに。めちゃくちゃシンプルに言うとね。そう思ってんだから。 別に,別にいいやみたいなね。よし、これからも借金作ろうと、キャバクラ行こうと思ってるじゃないですか <laughs>。そこで、いや、さすがにこのままじゃいけねえなと思ったと思うんですよね。このままだったらやべえぞって思ったはずなんですよね。じゃあ、なんかやんないといけないなみたいな。少なくてもね。そう。だから、どう思うか、まあ、どう思考するかとか、まあ、まあ、思うと思考またちょっと別次元の部分もあるので、 これはね、ちょっと難しいんですけどね、思うと思考はちょっと違う部分あるんですよ。うんだ思うって深いんですよね。だってそうじゃないですか。ね、一目惚れのその感情ロジックというか、思ったよつって分析しようがないんですよね、これ。うんそうだって一瞬パッと見たら、はってするんですよ。いやもちろんそのね なんかそのあの初恋のやつも可愛いからっていう側面だったりとか美人だからっていう側面以外の部分があるじゃないですかなんかときめいたっていうねそんなん言ったらもし外見だけで判断してそれがいくんだったら芸能人に全部ときめいてるわけじゃないですかねモデルファッションモデルとかに全部ときめくだろうし <laughs> なんか普通に働いてるなんかその事務所事務 なんか新人さんでねなんか会社でね新人さんが入ってきてはっみたいなあみたいなな何な,な,なんですかねこれよくわかんないですよこれこれをなんか言語化しろっていうのは非常に難しい酷な話かなと思いますねなまあ思うことっていうねまあ松下さんが言ってましたけどまあ、思うことであるとあなたがどう思うかですねうんそうもうそれでいいんじゃないですかね、うん ま,あまずはまあビジネスをやるんだったら一対一は絶対やらないといけないです。でもこれは多くの人がやらないです。これすらやらないと <laughs>。でもそのやらない理由は、思うっていう気持ちが弱いっていうとこなんじゃないですか。で、思うっていう気持ちを強めようとしても、それは内から出てる感覚値なので、それはね、うん、操作しようがないんですよ。だからそ操作したたも切れるんで、うーん。 なんだろうなあ操作しても切れますよね。うん。どう思ってんのかって話ですね。うん。その思いだけは、あの、ドーパミンドあの、ドーピング使おうが何しようが何,何でもいいんですけど、思いだけは、やっぱ、どっかに、思いの炎を消すなって話ですね。思いの炎を消しちゃったら無理ですね。うん。で、思わなければ始まらないし。 うん、そんな感じですかね。うん、まあこれは人間はね非常に僕もいろんなお客さん対応していますけどやっぱ人間って非常に難しいなっていうのはすごく感じるところがやっぱ思いだったり、ま、うん思考だったりとか、まあ、感情だったりとか欲だったりとか、まあ、いろんな概念があっていろんな言葉があって難しいんですよこれを。ひこ一括りにはできない部分があって。 だけどみんなその一くくりにできないんだけど一くくりにしたくて答えが欲しいんですよでも答えはないんですよねだってその思う気持ちに答えはあるのかっていうありますか <laughs> ないでしょそのその人がどう感じてるかどう思うかしかないのでここはねどう頑張っても無理ですねでなんか自己啓発のプログラム受けて上がったとしても結局 その根本的な思いの部分が欠落したら最初は良かったけど結局あのエンジンかからなくなりますからねうんどういう気持ち思いまあ真一体の真どういう心を持つかっていうそれはあなたにしか分からないあなたがどう思っているのかそれは分からないあなたがどうしたいのかあなたがどんな人生を送りたいのか僕には分からない うんですね、はい、まあこれは結構深いですね久保さんね今回ね今回なかなか良かったんじゃないですかこれ本当にあの初心者の人じゃちょっとね難しすぎてよく分かんないような話僕はいっぱい聞きたいですけどね <laughs> どんどん来いともう理解できないような,のなんかちょっと欲しいですよね <laughs> あれも良かったですよねあの 毎対談した時の、あの、なんだっけ。アーシアンの秘密でしたっけアーシアン、アーシアンだったかなアーシアンですよね。アーシアン。多分アーシアンじゃなかったでしたっけアーシアンのメッセージ。そう、アー、アーシアン。アーシアンもぶっ飛んでましたね、結構ね。あれも良かった、アーシアン。いや、これはね、 一般の人どうすればこれわかるんですかねでもねこれはもうや,やりまくった人しかわかんないと思いますよ多分めちゃめちゃいろいろやってめちゃめちゃ勉強していろいろな体験とかいろんなことをして到達できる領域なので簡単にこの話を聞いて腑に落とすことは多分できないですよなんか一般の人が話聞いてもはあみたいなーんみたいな話だと思いますけどねうーん まあ普通の人はまあ本当に理解できないと思います。うんす。少なくても久保さんの話は面白いと思って聞けるステージでもあんまないし、うん。今回の題材良かったんじゃないですか、久保さんの欲望について。<laughs> 中村天風的になってきてる、中村天風ですね。<laughs> はい行ってらっしゃい。